はい、こんにちは。日本改革党靴澤です。夕刊フジの記事で、2ちゃんのあのニュース速報かな、ずっとあの1位で話題になってて書き込み多かったんですけれども、岸田政権の無限増税、退職金のみならず奨学金、遺族年金、失業手当からも金取る気だ。これ奨学金って借金だから、それに課税できないんじゃないのかなちょっと思ったんですけれども、で記事があの話題になっておりましたけれども、まあ、詳細不明、真偽不明なのでやるかどうかわかんないんで、決定的になってから私大騒ぎいたします。そのね、あの書き込みがすごい多かったっていうのは、やっぱちらっと見てみたらパヨ、ゴモが岸田はダメだ、岸田はダメだって、すごい勢いで、ものすごい勢いで書いておりました。まあ、あの、自民党が嫌いだっていう、そうですかね。夕刊フジさん、安倍総理は好きだったけど、岸田総理は大嫌いみたいですね。まあ、私もなんですけれども。2023年1月から6月、上半期の犯罪件数がですね、21年ぶりに増加。だって、今までずっと右肩下がりだったのにね、犯罪件数、右肩下がりでした。それで警視庁もですね、職員5万人を4万5000人に減らしたり調整したんですけれども、しかも2割増しだそうであります。前年度比 21% 増だって。社会を混乱させたい共同通信がそれを嬉しそうに報道しておりました。一般判断です。ヒント、外国人、日本人の犯罪とは言ってない。これは警察予算増やさないと。治安悪化してますやん。人口減ってんのに犯罪が増加するってかなり悪いんでは。 21% ってもはや別な国、生活苦しいのに増税すれば犯罪は増える。まあ増税のせいか外国人のせいかなんていうあの書き込み、皆さんの感想ですね。皆さんあの外国人犯罪を疑っている様子なんですけれども、それの発表はまだなんで、今年の外国人による犯罪件数は何件何件、そのうち在日長期滞在者による、犯罪はこんだけ、あと訪日外国人、短期で来てる、まあ、観光客みたいなやつの犯罪がこんだけ、毎年犯罪白書で発表されるんですけど、それはまだなんで、めったなことは言えませんけれども、ただそう思われてる背景には、そう思われてる事実があるわけでして、理由があるわけでして、100人中100人がそう思ってんならそれが事実なんでは。まあ選挙なんかもそうですよね。ログスポ仕事できねえやつがイメージだけで受かってしまうとか、自民党だからということで受かってしまうとか、そういうこともまああります。自称公共放送が堂々と犯罪幇助、犯罪教唆、犯罪の勧めを放送しているようだし、犯罪が増えるのも納得だなぁ。NHK ドラマ、優しい猫、3話目放送。不法滞在は無罪設定で正当化。それ見た人の感想なんですけれども、とにかく無垢でかわいそうな不法滞在者という設定。冷酷非道な警察と入管という設定。かわいそうだよ、真面目に仕事してる人さ。偽装結婚により送還逃れを進めると。一般犯の、これで騙される人いるのかね。いっぱいいるんですよ。そんな NHK 様の言うことを万が一にも間違いないって思ってる人いっぱいいんですよ。病院の待合室なんか言うとね、いると、まあ主に高齢者さんたちなんですけれども、 NHK のあの放送、テレビかかってる、じゃない、それうんうんうなずいてみんなで見てんだからゾッとしますよ。不法正義と偽る公共放送と不法滞在教本ドラマ、合法滞在者への差別だよな。フィクションですって逃げ道作ってるのが非常にずるい。今時 NHK ってだけでノーサンキュー。正直このドラマだけで NHK 大嫌いになれる自信がある。不法滞在者がどうしてこんな目に。不法だからでは。本当だよね。立憲共産社民令和池上彰前テレビ局、不法滞在者は無実、おかしいのは入管法って設定で言ってるみたいなんですけども、貫いてるようなんですけど、それ違うからね、全然ね。不法滞在者なんだから、不法なんだから
犯罪者ですよ。って言っても、しばらく黙るだけでまた再起動して同じことを繰り返すからしょうがないですけどね。このドラマの脚本家は山添拓の応援団で、選挙の時に応援演説もやるぐらい共産党と年頃のこの女性だそうであります。推しは山添拓。その脚本家の脚本を映像化する NHK も共産党と年頃ってことじゃないですか、これ。まあ共産党員のディレクターいたの確認されてますから年頃なんでしょうけれども、暴力革命目指して公安監視対象になっている組織と年頃の自称公共放送って存在してていいのかな。解体すべきだよな。やってることは不法滞在の勧めだし、偽装結婚のやり方を教えてるし、犯罪教唆じゃねえのこれ。滞在期間が切れてですね、不法滞在者となった瞬間からですね、配偶者ビザは取れないそうで、そっから偽装結婚しても遅いそうで、NHK の情報というか、脚本家の情報が間違っているそうなんですよ。まあ、思想のためには嘘でも放送。それが NHK って感じでしょうか。極左愉快犯の NHK としてはですね、世の中ぶち壊せれば、世の中混乱させることができれば、何でもいいんでしょうね。ベルン大学、極左は自己愛性、人格障害のサイコパスで、言論弾圧、階層破壊、伝統や文化破壊が共通点。邪悪な性格からの行動で、意味や目的などはない。なので説得不可能。令和共同代表、大石なんとか議員、女の人ですね。大石なんとか、っていう名前。元 TBS の山口さんを、1億円超のスラップ訴訟を伊藤さんに仕掛けた。伊藤しおりのことですね、これね。人を暴力で屈服させようという思い上がったクソ野郎。口割り。と投稿し、訴えられて負け、22万円の支払い命令が、下されました。まあ、自己愛性人格障害でサイコパス、だっていう実例なのかな。一般判断です。これが令和の本性。令和怖すぎ。山口が正しいわけじゃなくて、令和が嫌われすぎてるだけ。これは草野郎じゃなくて、前半部分が問題。こんなんが議員、その辺のチンピラと一緒では。この程度のことで損害賠償。国会議員の投稿は一般人よりは重いから。水道橋博士が松一郎に110万円の賠償。大石明子が元 TBS 山口に22万円の賠償。令和口悪すぎ。水道橋博士110万円知らんかったな。山本太郎は3人怪我させるし、令和がどんどん凶暴化してるけん、私の罵倒は綺麗な罵倒とでも思ってだろう。極左は自己愛性人格障害でサイコパスの実例ですね。水道橋博士も負けてるって私知らんかった。何言ったんだろう。クソ野郎程度の罵倒はよく見ます。2ちゃんでは、この場合はですね、1億円のスラップ訴訟を仕掛けて、そんな事実はなかったっていうのが問題なんでしょうね。再びベルン大、極左は嘘をためらない。性格が起こす行動なんで意味はないし強制もできない。つまり関わったら負けと。私はネトウヨでツイッター上を検索してます、毎日。で、自分のバカをネトウヨのせいにしてるアカウントをブロックしてます、毎日毎日。だって私の投稿を ね見られて、バカパヨが絡んでくるの面倒ですからね。話は通じないし、絶対に考え改めないのはベルン大の論文通りなんで、時間の無駄であります。あっちもこっちをブロックしてますけれども、こっちもネトウヨはバカとかそんなこと書いてあるブロあのアカウントブロックした方がいいですよ。めんどくさいから、どうせ話通じねえから。警察官を鉄パイプで殴り、火炎瓶で焼き殺し、指名手配何十年も続けられて46年間逃亡し続けた中核派大坂正明73歳の初公判が7月18日に開かれたそうであります。暴動参加も暴力振るったことも警官殺害も全てやってません。無罪を主張したそうであります。無罪だったらなんで46年間も逃げ続けてんだよ。やったからでしょ、逃げ続けてる。無罪だったら堂々と私やってませんっつって出頭するのが普通でしょうよ。普通でしょうよ、それね。一般、パヨによると、この人は無罪。頭のおかしなパヨが、頭がおかしいヒーローな。頭がおかしいパヨの、頭がおかしいヒーロー。こういう奴らのために、マイナンバーカード反対してるんだよな。
マイナンバーカードの普及が都合悪いそうだよね。外国にでも逃げてたんか。無罪ならなんで逃亡してんだよ。信念による犯行なら胸張ってやりましたって言え。46年もビクビクして暮らすとか悲惨。46年も逃げ続けるとこんな顔になるんか。他人の保険証使ってなかったか調べてほしい。令和支持者にこいつの予備軍いっぱいおるで。まあ暴力的なね。中核派、警官を焼き殺しておいて、なんで解体されてないのがか、謎なんですよ。今でも杉並に本部あるしね、全身シャツ。それどころか、令和っつうですね、政党までできちゃったじゃないのよ。それもこれも自民党のことなかれのせいですね。代表の山本太郎は国会で3人に怪我させてる、暴力振るうやつだし、20代の犯罪で46年間逃げ続け、自首してりゃすでに刑期終わったんじゃないの、もう。出てきてたんじゃないの？逃げる、無罪を主張するって、卑怯卑劣、甚だしい。なんでやりました？信念に従ってやりましたって、なんで言わねえの？やってません。こいつをですね、46年間かくまってた中核派、つまり、組織ぐるみ、卑怯者、卑怯卑劣、もう人間のクズですね。ヤクザは犯罪者ですけど、反体制ではないそうなんですよね。自分がやりました、組のためでしたとか言って出頭するのがお約束。まあ出ないと組ごと潰されるっていう、こともあるんですけれども、まあまあ反体制ではないんですよ。ヤクザは、ちゃんと警察には従いますよ。警察を焼き殺したりはしませんよ。まあそんなことしたら大変なことになりますからね。ヤクザ以下のドブの匂いがする存在、それが中核派と。国内最低最悪のですね、人間のクズの集まり、それがバカパイだと、私は思っております。埼玉県所沢市、マイナンバーと口座連結ミス、同姓同名で生年月日も同じ人を取り違え、これ同情しますね。生年月日も一緒だって、生まれた年も同時にの日、同じ誕生日、で同姓、一般犯です。こんなことあるんだな、すげー。こう、それは実は一人なのでは。なんかオカルトっぽくないです。この二人はどんな人たちなんだろう。まあ発覚すれば修正されるわけだし、こういう珍しい他人が近所に住んでいる市町村が全国にどれだけあるか知りたい。同姓同名で誕生日も同じはすごい。役所でもこれは想定外だったのでは。今日実は病院行ってきたんですけれども、受付のたんびにね、氏名と誕生日を言わされて本人確認、するんですよ。窓口変わるたんびにね、この氏名と誕生日が一緒だったらもう診察券に顔写真ないからお手上げですね。診察券に顔写真ついてないからね。同姓同名1位は田中実さん5300人。そっか、同じ年にっていうのは無理にしても365日しかないわけですから、5300人もいたら同じ月日、誕生日が一緒って人は100人以上いる計算ですね。田中実さんね。2位佐藤清さん4900人、佐藤忠さん4800人、佐藤進さん4700人。佐藤さん強えな。高橋清さん4600人、鈴木実さん4600人、佐藤博さん4400人。この中に入ってた方は何位って言わなくていいですからコメントしてください。この何同姓同名が多い氏名、女性ではずっと下で入ってこないですけど、全国で一番多い、女性の同姓同名は佐藤恵子さんって聞いたことあります。まあまあ一文字の名前で佐藤か鈴木か高橋っていうのが強いなぁ。靴沢っていうのは全国に910人しかいませんでした。その中に多分ですけど、領事は私しかおらんやろな、多分な。悪いことできへんな。まあ私は前科がありまして、国家に DNA を提出していますから、サドルに体液ぶっかけるなんてことは到底できないんですけども、やったとしてもすぐ捕まるっていうか、あとですね、今犯罪捜査、科学捜査が、進んでまして、手で触ったらその痕跡残って、誰が触ったってDNA 分かっちゃうんで、微物検査っていうらしいんですけど、数年前から確立して、だから痴漢
って触ってないのに触ったっていうことにはなんないみたいですよ。もうすぐね、微物検査してくれって、あの冤罪、まあ、あの混んでる電車に乗らないのが一番なんですけれども、あとはあの万が一ですね、満員電車が中に乗っちゃったら、ずっとあの手上げて、まあそんでもな、あの首筋にいい息を吹きかけたとか言って捕まってる事例ありますから、まあ女の人には近寄らないっていうのがいいんじゃないですかね、あの混んでる電車とかはね。というわけで8月15日に靖国神社正殿参拝と懇親会をメール当院様限定で行います。応募してね、来てね、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。